よし、まあまあやな。こちらの包丁、職人が一本一本丁寧に仕上げておりまして、どんなものでも簡単に切れます。大変っしょ。ところで、最近ここらで二足三門を高く売りつける詐欺が流行っとるらしい。試してええか？ちょっと…ハンバーグプレートや。すいません、白い粉の棚ってどこですかね？ないです。ああ、すいません、多分小麦粉とかのことです。しかしここのスーパーは広いの。ん？お前まだ家にコーラ残ってるやん。何本あってもいいじゃん。あかん、飲みすぎや。ああ、ちょっと。あかん、あかん、あかん。もう、ちょっとぐらいいいじゃん。ちょびひげ、グラさん。俺は今、専業主婦や。喧嘩しか能のなかったやつが専業主婦だ。笑わせんじゃねえ。俺は専業主婦、お前はクレープや。俺らのやり方は分かっとる。上等だ。伝説のヤクザ同士の喧嘩が始まる。さすが剛健の虎、すごい手際。なんて包丁さばきや。クリームをわーってやってん。なんかほら、あれあの果物おめえ兄貴も負けてへん。さっき買った食材の中からいい感じにね、あれを上にこう、そう、あ、なるほど。まあまあまあ、なんやかんやあって完成や。トロピカルフルーツジャンボデラックススペシャルクレープ、杏仁豆腐とフルーツジャムのイチゴ添え。に来たからって急だな。何も用意。任しとき。カヌレとダージリンです。お父さんお母さん、お口に合えば。すっごい、タツくんおしゃれ。ラム酒を使ってます。タッちゃん何でも作っちゃうし。へえ、これ手作りなんだ。そうです。うん、わしも打ち解けたい。ごめんなさいね、急に来たのに。こんな、いえ、いつでも来てくださいよ、お母さん。このカヌレ、ジャム入ってる。はい、この自家製のジャムも手作り。私もタツくんに家事を教わりたいわ。私はいいや。盛り上がっちゃってさ。親父、ええ方法があります。あ、しまった、ここには道具が。タツさん、食材ならここにあるわ。え、コンロとか必要かしら？これなら。大事なは水分。しじみの出汁は肝臓の毒素を抜くオルニチンが入っとる。体調や体重から量を決め、出汁を取ってる間に食材を切る。食物繊維やビタミンも取り入れる。火が通りにくいものから煮て、最後にトッピングを乗せたら、特製ワンちゃん用しじみ汁のチキンご飯完成。おお、すごい、食べてる。よかったね、ピンキー。よっしゃ、やったわね、タツさん。よし、お勤めご苦労様です。声でか。近頃遅くて疲れとるようやから、とっておきのもん用意しといたで。とっておき？
高麗人参のサラダ、キビや黒米、ハスの実のかゆ、黒きくらげと松の実のあえもん、八角と鶏肉の煮込み、金芯菜とほうれん草のくこ酢あえ、小胃鏡と体操の豚肉炒め。へえ、なんて全部疲労回復に効くブツや。薬膳系？いただきます。優しい、実に優しい、じんわり体に染み込んで体の中から温まる優しい味だが、食欲がどんどん湧いてくるぞ。ただ量が多い。